はいどうも、ヒデです。今日は前回練習した7拍子の曲、4番の4番家の右手を練習してみたいと思います。この曲の楽譜を見てもらうと、至る所に小さい音符、装飾音が入っています。ただ、いきなり装飾音を入れて弾くのも難しいので、まずは7拍子のリズムに慣れるために、装飾音は無視して弾いてみましょう。装飾音なしで弾くとこうなります。はい、この7拍子のリズムを弾くので、やはり大事なのはアクセントですね。前回のおさらいですけれども、7拍子のリズムは1、2、3、1、2、3、4の1と3にアクセントを置いていました。1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、4。右手にもこの1と3のところにアクセントを意識して弾いてみましょう。はい、ではこの1と3のところのアクセントを左手で刻みながら弾いてみたいと思います。はい、こういう風に何度も何度も弾いてみて、この独特な7拍子のリズムが体に染み付くまで練習してみてください。そしたら今度は装飾音をつけてゆっくり練習してみましょう。ここで大事なことは、メロディーを装飾音で崩さないように、装飾音をさりげなく、さりげなく、さりげなく、ファイヤー入れていくわけですね。例えば最初の部分、このミとレの間に装飾音を入れます。するとどうですか、皆さん、さりげなかったですよね。メロディーを弾くタイミングは最初の装飾音なしの時と変わりません。装飾音はメロディーを邪魔しないようにさりげなく弾いていくのが大事です。これを装飾音をさりげなくなく弾くとこうなっちゃいますね。こういう風に弾いてしまうと、タンタタンタンの7拍子のリズムが狂ってしまうんですね。はい、それでは今から装飾音なしと装飾音ありのパターンで弾いてみますので、皆さんもこれを参考にして練習してみてください。はい、今日のポイント、7拍子のアクセントを意識して装飾音を入れてみる。何度も何度も練習して7拍子をマスターしてください。それでは皆さん、この続きはまた来週。